愛媛 FC のホームミンジニアスタジアムにジェフユナイテッド千葉を迎えた明治安田生命 J2 リーグ第1節をこれからお楽しみいただきます。では愛媛のスターティングのフォーメーションをご覧いただきましょう。画面上がキーパーです。岡本、そしてディフェンス3枚、下川、西岡、前の下川を右に予想しました。そしてボランチに田中、野沢、左に丹羽、右に新しい長沼、そして神谷、近藤がインサイドハーフで藤本がセンターフォワードという3バックか4バック、ちょっと立ち上がりその辺確認していきたいと思います ね、はい、千葉です。これが先日のプレシーズンと全く同じ。キーパー佐藤、ディフェンスライン下平、エベルト、松島、ゲリアが入りました。矢田と熊谷がダブルボランチ、左に茶島、右に堀米、10番の船山、そしてセンターフォワードの位置に21番のアラン・ピネイロが入ると予想しました。アラン・ピネイロについているのがその39番の下川です。また怖いところ侵入していきます。堀米、左足、ちょっと力入りましたかね、堀米はヒットできませんでした。オープニングシュートは千葉の堀米勇樹からです。この堀米も新加入の選手。エベルトから茶島まで飛ばす、グランドアラパス、アラン・ピネーロ、船山、ね、右が空いていました。堀米です。左足のシュート、枠の外です。ただ堀米の調子の良さが分かります。ここで奪って縦に入る近藤から、いい形で右空きます。さあ長沼からもう一度愛媛のチャンスです。中に切れ込んで長沼、どうだ、中央合わせ切ることはできませんでした。いい、もらった神谷、シュートは浮かしてコントロールショット、イメージは分かりました ね、 そうですね、意図のあるシュートだったんですけどね。素晴らしいワンツーを藤本と見せました。遠いところにボールを前野が近づいていきました。下川、速いクロス、ちょっと当たっていいボールだ、シュート、キーパー佐藤が抑えます。枠の中のシュートでした。落ち着いていました。シュートは16番の田中、いいシュートだったですけどね、はい、まだ得点に動きなし。小沢からダイレクトで、いい形になりました。スペースがあります。流れ間、いいクロスを上げれそうだ。ファーサイドヘディング、戻してもう一度シュート、ブロックされました。そして下川、前を向けます。いい形ですよ。長沼打ってもいいが、大外からサイドネットか、神谷のシュートです。長沼の前も空いたようにも若干見えましたが、そうですね、パスを選択、もう一つ食べたかったですけどね、はい、ただ素晴らしい攻撃だったと思いますね、中に簡単には放り込みません、まあ、高さもありますのでちょっと一工夫いります。落としてフリーでシュート、枠の外です。わずかにハンドをアピールしていますか。ここです、肘ですね、ボールに対していったというレフリーの判断になったんじゃないかなというふうに思いますね。神谷前に向かいます、ダイレクトでその神谷に渡す、中に入っていく有田、有田まで渡らず、後ろからシュートは枠の向こう側でした。山瀬のシュートです。中に有田が待っている。もう一度山瀬、前を向く神谷、シュートに行く、神谷がシュートを打ったところでオープニングゲーム終了です。愛媛と千葉の2019第1節、
スコアレスドローに終わりました。お互い譲らずのドロー、痛み分け。2019年のスタートは勝ち点1ずつを分け合ったということになりました。